木田ゆりです。外資系企業にて法人営業をしております。バチェラーはもうシーズン4まで全てと、バチェロレッテ1、2全て5周しております。メインでお話しされてる女の子一番初め見るんですけれども、2回目見るときは喋っていない子の表情を見たりとか、スポット当てる子を変えながら見ていました。本当に衝撃的でしたね。リサイクル方式がまた来たのかというところで驚きましたし、前回のお話で非常に辛い思いされたかなと思いましたので、私が幸せにしたいなって何よりも思いましたね。長谷川さんに選ばれる自信は 100% あります。どんどん自発的に変わっていってるなと思ったので、初めはなんか無理しそうなんじゃないかな、バチェラーっぽくしようっていう風に頑張られるんじゃないかなって思うんですけども、肩の力を抜いてあげたいなっていうのは思いますね。誰よりも笑わせたいですね、長谷川さんを。ちょっとウィットに富んだ会話をしたいなとは思っています。普段余計なことを言わないっていうのをとっても大切にしているんですね。一言が命取りになることがあるので、番組では余計な一言をどんどん言っていこうかなって思っています。一回ぐらいカメラ目線で語りかけたいです。さて皆さん、今のシーンどう思いましたって言ってみたいです。